まず私から閣議の概要について申し上げます。一般憲等23件、条約および法律の交付政令人事が決定をされました。大臣発言として、外務大臣臨時代理たる岸田内閣総理大臣からロシア連邦関係者に対する資産凍結等の措置等について、厚生労働大臣から令和4年度政府が講じた死因究明等に関する施策について、復興大臣から東日本大震災からの復興の状況に関する報告について、文部科学大臣から教育未来創造会議に関する事務を担当する大臣を補佐する副大臣について、経済産業大臣から産業競争力を担当する大臣を補佐する大臣、副大臣について、それぞれご発言があり、また私から内閣総理大臣の臨時代理の指定について申し上げました。私からは以上です。はい、じゃあ。NHK の古垣です。トリガー条項について伺います。はい、自民、公明両党は昨日決定した来年度の税制改正大綱で、国民民主との3党で協議することの記載を見送りました。国民民主が内閣不信任決議案に賛成したことを受けたものとされていますが、もともとは岸田総理が国会で凍結解除も含め検討を進める考えを示し自民党に指示したものです。この考えは維持されているのか、政府見解とトリガー条項をめぐる今後の対応方針を伺います。はい、この燃料費の激変緩和措置の出口戦略につきましては、トリガー条項の凍結解除も含めて、3党の政調会長の間で協議が行われておりまして、与党の税制改正大綱でもこうした協議について言及をすることが検討されましたが、最終的には与党の政調会長のご判断で盛り込まないということになったものと承知をしております。3党間による協議については、政府として申し上げる立場にはございませんけれども、いずれにしても政府としては、3党による協議の状況を見守りつつ適切に対応してまいりたいと考えております。共同通信社会です。お題変わります。先ほど旅館含む4人の閣僚が任命された期間が初めての閣議が改定され、新しいスタートが体制がスタートしました。政権として政治と金の問題で失墜した、国民の信頼回復が最大の課題となりますけれども、新体制でこの課題に対してどう対応していくのか、合わせて閣議や閣僚懇談会なので、首相から何か指示があったのであれば紹介をお願いします。はい、本日の閣議での総理また閣僚のそれぞれのご発言は冒頭紹介した通りであります。その他閣議や閣僚懇の場で政治資金の問題について総理から特段の指示はございませんでしたが、総理は先日の会見におかれましても、まず党全体として強い危機感を持って一致結束した対応を図っていく、総理総裁として政治の信頼回復に向けて自民党の体質を一新すべく先頭に立って取り組んでいく、こういうふうに発言をされておられまして、今後その方針で対応していくものと考えております。政府としても予算、税制など国民生活に直結をする重要課題の大詰めでございます。これに向けて緊張感を持って臨んでまいりたいと思っております。朝日新聞の高川です。福島第一原発事故の処理費用についてお尋ねします。従来から 1.9 兆円増えて 23.4 兆円に上る見通しと報じられていますが、事実関係を伺います。またすでに処理費用の増額は3回目となりますが、今後もさらなる増額が見込まれるのか、国民負担への理解をどう求めていくか、見解をお尋ねします。はい、政府といたしましては、今後ですね、賠償等の増加が見込まれる中で、東京電力が被災者や地元にしっかりと寄り添って、その責任をしっかりと果たしていけるように、交付国債の発行限度額を引き上げる必要があると考えております。交付国債にかかる費用の見通しは必要な資金の確保に資するよう、一定の蓋然性を有する見通しとしてお示しをするものであります。必要な枠を確保するべく政府予算案の反映に向けて調整してまいりたいと思っております。またご案内のとおりですが、この発行限度額の引き上げは電気料金の上昇に直接つながるものではないと、こういうふうに承知をしておりまして、こうした点も含めてですね、丁寧に説明してまいりたいと考えております。
産経新聞長原です。安保3文書の策定について伺います。岸田政権の下で策定された国家安全保障戦略など安保3文書の決定から明日で1年になります。反撃能力などを盛り込んだ安保3文書は我が国が直面している最も深刻で複雑な安全保障環境下で作られた歴史的な成果となりましたが、改めて意義を教えてください。一方で戦略に基づく防衛力強化のための増税開始時期は今年も示されておりません。政府としてどのような見通しを持っておられるのか、併せてお願いします。後半、防衛増税の開始時期がちょっと見通し示されていないので、はい、政府としての見通しについて、ありがとうございます。3文書、これは戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面する中で、総合的な国力を最大限に活用して我が国の平和と安全を含む国益を確保するために策定をいたしました。私も外務大臣として策定に携わらせていただきましたけれども、明日で策定から1年経つということでございます。でその間もですね、この国際情勢、ご案内のように厳しさを一層増していると考えております。こうした中でまず優先されるべきは、積極的な外交を展開することであります。そして同時に外交にはですね、裏付けとなるこの防衛力が必要であります。この3文書にはですね、自由で開かれたインド太平洋のビジョンの下での外交、そして防衛力の抜本強化等のですね、方針を示しておるものであります。こうした施策を通じて我が国の主権と独立の維持、これはもちろんですが、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の強化、そして我が国が経済成長できる国際環境のですね、主体的確保、そして国際社会が共存繁栄できる環境の実現等にですね、取り組んでまいりたいと思っております。また高田のお尋ねの防衛力強化にかかる財源確保のための税制措置でございますが、3文書と同時期に決定されました令和5年度の税制改正大綱において、令和9年度に向けて複数年かけて段階的に実施することとし、令和9年度において1兆円強を確保すると、こういうふうにされております。こうした方針にのっとって開始時期も含めて、引き続き与党税制調査会で議論されるというふうに承知をしております。はい、日米の方からガザ情勢について伺いました。イスラエル軍はハマスの軍事拠点と見ている地下トンネルに海水を流し込む水攻めを始めているという報道があります。戦闘員を追い出すことが目的ですが、土壌汚染やガザ地区の水の供給への悪影響など効果を疑問視する声もあります。日本政府としてこの水攻め作戦が適切であるか否かの見解と、ガザ情勢の人道状況改善に向けてどう取り組むかも併せてください。はい、そうした報道は承知をしておるところでございます。他方でですね、イスラエル政府は本件に関しましてはですね、正式な公式な発表を行っていないと、そういうふうに承知をしております。個別具体的な状況について、コメントすることは差し替えたいと思います。いずれにいたしましても、ガザにおける危機的な人道状況の改善、人道支援活動が可能な環境の確保、これがまずは必要でありまして、イスラエルに対してもですね、これまでハマス等によるテロ攻撃を断固として非難するという旨を伝えた上で、一般市民の保護の重要性、国際人道法を含む国際法に従った対応等をですね、要請をしてきているところでございます。我が国としては引き続き関係国国際機関との間で意思疎通を行いながら、人事の即時解放、そして人道状況の改善、また事態の早期沈静化に向けた外交努力、これを粘り強くですね、積極的に続けてまいりたいと考えております。はい、今朝の閣議は準備交代後、新体制で初めてでした。総理からは政治資金の問題について先ほど特段発言なかったということでしたが、昨日の準備の交代を受けて今後の政権運営について一致結束を呼びかける発言などあったのでしょうか。あれば具体的に教えてください。はい、先ほど申し上げたように、本日の閣議での、総理や閣僚の発言は冒頭に紹介した通りでございます。まさにこの先ほど申し上げたように、この先日の会見においてですね、
この先ほど申し上げたようなことを総理がおっしゃっておられますので、今後その方針で対応していくというふうに考えております。はい、テレビ朝日の澤井です。関連してお伺いいたします。岸田総理は昨晩ですね、今回の派閥の政治資金問題は自民党全体の課題だとして、解決策を考えるために膝詰めの議論を行うと述べています。こうした膝詰めの意見交換というのは、いつ頃からどのような形式を想定されているんでしょうか。はい、この政策集団の件でございますが、実態の把握に努めて、この原因、そして課題の抽出に努めることがまず第一でありまして、それを進めながら、総裁ご自身がですね、党所属の国会議員と膝詰めで議論を行いながら、再発防止問題点に対応していくと、総理が総裁としておっしゃっておられます。政府として、政府の立場で、それ以上申し上げることは控えたいと思いますが、今後党においてですね、この方針に沿って具体化されていくものというふうに考えております。すいません。はい、ジャパンタッチのバチです。お題変わります。昨年5月に日本で支部事故を起こして服役している、米軍大尉、リチ・アーコニスの家族が、タイの身柄がベガオに引き渡されたと昨夜、声明を発表しました。事実関係と可能な範囲で経緯を伺いします。はい、本年において、我が国から受刑者を海外に送り出し移送した人員、本日までに29人でありまして、このうち4人について米国に移送していると、こういうふうに承知をしております。個々の受刑者、非収容者の状況等の詳細についてはですね、プライバシー等に関わる事柄でありますので、お答えを差し替えておるところでございます。はい、今日の通信社会です。ご覧いただきます。万博についてございます。日本国際博覧会協会は、大阪・関西万博の運営費用が、当初の見込みの 1.4 倍となる1160億円に膨らむと発表しました。上振れした、会場整備費に続く増額となります。赤字となった場合、国民の負担が増える、可能性が指摘されていますけれども、受け止めと今後の対応についてございます。合わせて、秘書が、指示されました、費用の全体像については、いつ頃までに示せる予定なのかと思います。昨日行われましたこの博覧会協会の理事会におきまして、運営費についても収支ともに1160億円となる資金計画が示されたというふうに承知をしております。この博覧会の運営につきましては、博覧会協会において収支の均衡、これを保ちながら行われて赤字にならないように取り組まれるものと承知をしております。博覧会協会を監督する経済産業省を中心にですね、政府としても博覧会協会による適正な業務運営の確保、これに努めてまいりたいと思っております。また万博経費の全体像についてですが、このどのような形で全体像を示しできるか、内閣官房を中心にですね、作業を進めていると、承知をしておりまして、できるだけ早急にですね、お示しできるよう作業を加速させたいと思っております。はい、日本テレビの方です。野球の大谷翔平選手について伺います。大谷選手は大リーグのドジャースに入団し会見を行いました。プロスポーツ史上最高額での契約です。世界の関心が集まっていますが、活躍をどうご覧になっているか、また訪問期待がありましたらお尋ねします。はい、大谷翔平選手がロサンゼルスドジャースに移籍をしてですね、現地次回の昨日会見を開かれたこと、これは報道で承知をしております。大谷選手はもうこれはご案内のことですが、大リーグにおいて2度 MVP を受賞されるなど、投打にわたってですね、大いに活躍されていることを大変喜ばしく思っております。私も常々で元気をいただいているところでございます。ドジャースはこれまでも多くの日本人選手が在籍して活躍したチームでありまして、新天地においてですね、大谷選手のますますの活躍を期待をしております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい。